先輩と一緒にいられる時が一番幸せな気持ちになれるんです。先輩、今日は僕とずっと一緒にいられるんだよね。先輩の笑顔も困った顔もすっごく可愛いな。僕のことあまり子供扱いしないでほしいな。こう見えても僕バスケ部だから体力は自信あるんだ。先輩が夢に出てきたらいいことが起こる気がするんだ。果汁 100% のリンゴジュースじゃなきゃ飲めないよ。如月先輩、ちょっと先輩に慣れ慣れしすぎじゃないですか。僕も先輩と一緒に授業が受けられたらいいのに。先輩が笑顔になってくれると僕も嬉しくなっちゃいます。僕だって男の子なんですよ。先輩、少しは意識してよ。僕のことちゃんと男として見てほしいんだけどな。先輩見つけた。こんなところで会えるなんて。バスケの練習がもっと少なかったら先輩と一緒にいられるのに。